大きいわよ。すいません。でもどうしてですか？なんでも今度アメリカの支局長から本社に栄転してきた小泉局長の人事でこうなったらしいのよ。小泉局長。いやお嬢さん方元気かね。ちょいとお水をいっぱい飲ませてもらうよ。部長、谷村部長が文化部を変わるって本当なんですか？まあね、でもここだけの話だぞ。そうすると後の部長は誰かしら？さあね、これは副部長が昇格ってことあるんじゃない？あるあるある。そんなまあ会社の人事ってやつは蓋を開けてみなきゃわからんからな。トミー部長、その時はよろしくお願いしますね。よしなさいってば。でもそうなったらお祝いをしなくちゃね、トミー部長。また冗談よしなさいってば。セーフ。部長って言われて舞い上がっちゃったみたいね。ちょっとからかいすぎたかな。お、ここだけの話だがね、谷村部長が飛ばされるらしいぞ。僕が思うには君と栗田君でやっている究極のメニュー作りが取材費ばかり使ってちっとも歯が取らないからだよ。まあ毎日僕が部長になったら今までのようなちんたらしたやり方は許さんからな。そのつもりでおるよ。本当ですかその話？いやその部長が究極のメニュー作りの責任を負って飛ばされるってことですよ。いや我が文化部の実績では他に思い当たる理由もないからね。そんなバカな。山岡どこ行くの？今のこと直接谷村部長に確かめてみます。おい山岡、ここだけの話だと言ったろ。待てよ、そら待てよ。おい気をつけろ。もうどこに目つけてんだこのひと男。なんだ君は。小泉局長、大変失礼いたしました。私文化部の副部長をしておりますトミーと申します。今後とも何分よろしくお願いいたします。谷村部長のこと山岡さんには言った方がいいかしら？山岡さん。部長。どうした山岡、血相を変えて。谷村部長がよそへ移動するって本当ですか？そんなこと誰に聞いたんだ？社内の噂です。人の口に戸は立てられないか。まあいい、二人とも今日ちょっと付き合ってくれ。究極のメニュー作りの件で話があるから。はい。君たちも知っての通り、うちの新聞は帝都新聞に奪われた発行部数第1位の座をなんとか取り戻そうと頑張っているんだが、なかなかうまくいかなくてな。そこで新任の小泉編集局長は各部の徹底的な見直しを始められたんだ。その策の一つとして文化部が挙げられたんだよ。今の東西新聞社の文化論は実につまらん。私がアメリカ支局長から新しく編集局長になった以上、もっと楽しくて今の若者文化をふんだんに取り入れた紙面に刷新しようと思うんだ。はあ。君は反対かね？反対というわけではありませんが、文化にはいろいろな面がありますし、若者文化だけを重視するというのも。いいよ、わかった。は、今度の改革が君には無理だということがよく分かったよ。君にやれとは言わん。
紙面の刷新は新しい部長の手でやってもらうことにする、はあ、とにかく若者が見たくなるような紙面作りをしたいんだ。それが発行部数を伸ばす今やる早道なんだ。それじゃあスポーツ新聞の芸能欄みたいになっちまうよ。それじゃあ私たちの究極のメニューも中止なんですか？いや、これだけは社史の肝煎りの企画でもあるので今まで通り続けるよう僕からもお願いしておいた。究極のメニュー作りを残すために部長が犠牲になったんですね。そんな大げさなもんじゃないさ。ただ僕も本当にあの企画は我が社の創立100周年記念事業として素晴らしいものだと信じている。はい、企画は生き残ったんだ。これからは小泉局長が直接指揮を取ると言われているし。おいおい、しょんぼりしないでくれよ。君たちに打ち上げたのは今まで以上に究極のメニュー作りに頑張ってもらいたいからなんだ。さあ、どんどん飲もう。さあ。あんまりだわ。うちの部数が伸びないのは谷村部長のせいじゃないのに。文化部までが傾聴不白な世間の支流間に乗ったんじゃ文化も何もあるもんか。翌日、二人して局長室に出向くと小泉局長は意外と気さくに私たちと付き合ってくださいました。東西新聞社を大刷新するのに伴い文化欄も大幅に衣替えする、まあ、谷村君に今までのやり方を全部変えろと言ったって無理な話だ。それで部長を変えることにした。谷村君の代わりはまだ決まっていないが、いずれにせよ究極のメニュー作りは今までのようにのんびりしてたんじゃダメだ。もっと大車輪でやってくれ。ん？どうも君たちの反応が良くないな。谷村部長を変えるのが不満なのかね？私たちだけじゃありません。文化部の人たちはみんながっかりすると思います。バカを言うな。会社は仲良しクラブじゃないんだ。いい新聞を作って売れ行きを伸ばす、そのためには市場にとらわれるわけにはいかん。全くおっしゃる通りですよ。会社は金儲けが第一です。金儲けのためにはどんな大事なことでもどんどん切り捨てる。いや、局長は経営者の鏡ですよ。山岡さん。貴様。お待ちどうさま。水貝でございます。うわー、綺麗。これアワビですか？私は日本に帰ってからアワビの美味しさに目覚めてな。夏はアワビに限るよ。うん、うん、実に高貴な味だ。一点の濁りも曖昧さもない。鋭く清冽でしかも豊かだ。日本に帰ってからアワビの美味しさに目覚めたとおっしゃいましたね。ああ、私は海外駐在が長かったもんでな、生のアワビを食べる機会がなかったんだ。なるほど。するとアワビはいつも生で？何？アワビは君生で食べるものだろう。煮てしまったらどうしようもあるまい。局長、この店を出ましょう。え？おい君、出るってまだ料理は出始めたばかりじゃないか。今日はアワビ尽くしと行きたいんですよ。何？アワビ尽くしだと？局長がアワビをお好きならもっといろいろなアワビ料理を食べに行きましょう。そんなにいろいろあるのかね。アワビは生で食べるのが一番うまいんだろ。ま、俺に任せてください。究極のメニューに載せる価値のある料理があるんです。え？ほう。まず山岡さんが案内したのは富次郎親方の店、新富寿司でした。アワビ尽くしね。そうなんだ、頼むよ親さん。それじゃあまず酒の魚にこれから召し上がってください。山梨県の名産苦いです。アワビを醤油で塩辛く煮たものですよ。
海のない山梨県で保存食として始まった苦いですが、今は高級な珍味として珍重されています。おお、なるほど。噛めば噛むほど味が出てくる。アワビはこうして食べてもうまいものなんだね。え、お待ち。アワビの握りが水貝と違って薄切りになってるな。蒸しアワビですね。だが艶が違うぞ。おお、生の時にはプリプリした歯ごたえだったのが、しんなりしてムチムチした歯ごたえに変わった。いや、味も大変な変わりようだ。実に様々な旨味の要素を持って奥行きの深い味になっている。同じアワビを蒸しただけでこうも変わるんですね。おやじさん、どうもありがとう。局長、次に行きますよ。あ、もう行くんですか？次に行ったのは山岡さんがひいきにしている岡星でした。いやー、アワビは水貝が一番だと思っていたが、火を通してもうまいもんなんだね。知らなかったよ。ではこれも召し上がっていただかないと。ほう、天ぷらか。これもアワビかね。うん、これはいい。生のアワビの海の香りも残っているし、それに火を通したことによる旨味も加わっている。ほんと、歯ごたえも味も香りも一緒に楽しめるわ。まあ、えらく贅沢な天ぷらですよ。え、さあ局長、次に行きましょう。え、またかい？いや、ここでじっくり腰を据えて食べたいな。今度またごゆっくりいらしてください。ああ、さあ、次はウォンさん夫婦の大洋飯店です。お待ちどうさま、干しアワビの煮込みです。へえ、干しアワビか。ええ、アワビは一旦干すことによって生の時とは比較にならないほど複雑で濃厚な味になるんですよ。ほう。中国人が干しアワビを好むのは保存が効くというより味がはるかに良くなるからなんです。太陽の光がアワビのタンパク質を分解していろいろなアミノ酸を引き出すんですよ。おお、なるほど。今まで食べたアワビとは比べ物にならぬほど味が濃厚だ。いや、中国人の味追求の熱意は凄まじいものだな。局長、今夜のアワビ尽くしはこれで終わりです。明日もう一箇所付き合ってください。何？もう一箇所？え？で、どこなんだ？明日までのお楽しみです。ちょっと遠いので早めに社を出られるよう仕事を片付けておいてください。君は編集局長の私に指図するのか？アワビの究極の味に興味がなければ別ですが。まだ他にうまいアワビの食べ方があるというんだな。え、よし、いいだろう。副部長。ん？すいません、取材費仮払いでお願いします。なんだって？まだ前の生産が済んでないだろ。まったく、もう無制限に仮払いなんか認めて部長になる日が遠のいたりともしたら大変だからな。もう山岡さん、小泉局長がすぐに局長室に来るようにって。それ言わんこっちゃない。小泉局長が直々君におごとを賜るに違いないよ。きっと究極のメニュー関係の取材費をチェックされたんだよ。違いますよ、小泉局長はこれから俺たちと究極のメニュー作りの取材に行くんですよ。え？なんだって？まさか。本当です、アワビ料理の取材に行くんです。いや、山岡、それならそうとどうして早く言ってくれないの。そういうことならいくらでも仮払いしてあげますよ。その代わり僕のこと局長によろしくな。ほれ、金額のところ開けといたから、いるだけ書き込んで経理に持ってきたわよ。あ、ね、どうも。昨日君に言われた通り、一応仕事は片付けておいた。さあ、今日はどこへ行くんだね？三重県の島です。なんだと？今から出かければ夕食にちょうどいいでしょう。バカを言うな！
これからわざわざ夕食を食いに伊勢の島まで行こうというのか。私はそんなに暇な体じゃない。たかがアワビのために三重くんだりまで行けるか。局長、今何とおっしゃいました。たかがアワビと言いましたね。山岡さん。ああ、言ったがどうした。これは遊びじゃない、仕事なんです。なんだと。アワビを食うのがどうして仕事なんだ。聞いたところによると、これからは局長が究極のメニュー作りの指揮を取るとか。ああ、その通りだ。今回のアワビ尽くしは究極のメニューの資料にするつもりなんですよ。何？究極のメニューだと？ええ、アワビの究極の味を確かめる絶好の機会なのに、途中でやめてしまったら昨日の取材は全て無駄になりますよ。局長はそれでいいんですか？君には負けたよ。せっかく時間も作ったことだし、とにかく行ってみよう。この辺りは真珠と牡蠣の養殖で名高いんだよ。へえ。いや、いらっしゃい。ああ、ご無沙汰してます。こちら、このホテルのシェフの高橋さん。海の幸のフランス料理では世界一です。遠いところをようこそおいでくださいました。ところで、今日はどんなアワビ料理をご馳走してくださるのかな。はい。局長、それは出てきてからのお楽しみということで。お待たせいたしました。これはアワビのステーキですよ。何？アワビのステーキだと？ええ。今までいろいろな料理法のアワビを食べてきたけど、アワビにはまだまだ隠れている美味しさがあったんですね。いやはや参った。全く脱帽だ。しかし、アワビのステーキなんてフランス料理は初めてだな。いいえ、これは私のオリジナルです。この島湾で獲れるアワビやイセエビやカキなどをどうやったら美味しく食べられるか工夫して、お客様に喜んでいただくのが私のシェフとしての生きがいです。なるほどな。すると、これはまさに究極のアワビ料理ということになるな。はは、恐れ入ります。よし、私は明日社の最高幹部の経営会議に出席せねばならんのだが、今夜は帰らないでこのホテルに泊まろう。そして明日もう一度シェフの料理をいただくとしよう。アワビだけでなく、伊勢エビもその他の海の幸も。最高の賛辞ですね。ありがとうございます。それではどうぞごゆっくり。ところで局長、これでもアワビは水貝に限りますか？いや、とんでもない。アワビは知れば知るほどその良さが出てくる。私はアワビの凄さのほんの一部しか知らなかったんだ。アワビですらそうなんです。これが人間だったらどうでしょうか？何？局長はつい最近日本に帰ってこられたばかりだ。谷村部長についてもアワビに対する知識ぐらいしかなかったんじゃありませんか？なんだと？
谷村部長は水貝だけの人物じゃありませんよ。天ぷらにしたって干し物にしたって味のある方です。ただし材料の良し悪しの見極めのつかない料理人にかかったらおしまいですがね。やかましい。私に意見がましいことを言うなんて100年早いわ。お前たち2人電車のあるうちにさっさとここから出て行け。はい。失礼します。まったく腐ったれめ。何、小泉局長を怒らせてしまったのか。アワビにこと寄せて部長のいいところを売り込もうとしたんだけどな。でも小泉局長は一を聞けば十を知る勘のいい人だって言うから、ちょっとおせっかいが過ぎたのかもしれないわね。そりゃそうだ。局長が怒るのは無理もないぞ。そういえば谷村部長、局長室に呼ばれたまままだ戻らないですね。これで我が文化部も新たに再出発というわけだな。ところで新しい部長は誰かしらね。あ、谷村部長。栗田君。はい。山岡君もちょっと。君たちにはいろいろ心配をかけたようだが、おかげさまで引き続き文化部を任されることになった。本当ですか。じゃあ部長の異動は取り消しなんですね。紙面刷新を私にやれと言うんだ。究極のメニュー作りも今まで通り私が見ることになった。局長もいいとこあるな。これもみんなアワビのおかげですね。アワビ？そういえば局長、山岡のことをアワビみたいな男だと言ってたぞ。え、僕が？あ、そう言ってました。おお、磯田アワビの片思いと言うからな、この、お前、栗田君に片思いしてるのがバレちゃったんじゃないの？誰が片思いですか？流れる窓に映る